リエかなえがお送りするハ「するハーミットタイムにようこそ」では皆さんから寄せられたお悩みに対する自分なりの答えを導き出すサポートをさせていただきつつ「リエの話も聞いてくれよ」というギブアンドテイク番組となっております。お楽しみください はいというわけでハーミットタイムにようこそということで、えー、ちょっと間行っちゃったと思うんですよね、えー、ちょっとお休みをいただいてたのですが、えー、実はですねいつものようにオープニングを流したのですが、えー、皆さんから寄せられたお悩みのストックが、えー、なくなってしまいまして、ええ <laughs> えー、12月にお送りするハーミットタイムにようこそは私が1人で喋るコーナーになりそうです えー、ハーミットタイムにようこそでは引き続き皆様からのお悩み募集いたしておりますえー四つべの民はその YouTube に上げたラジオのコメント欄にでも良いですしえー、YouTube にてコミュニティ欄で、えー、ちょいちょい募集投稿を出しているのでそちらのお悩みのコメントをぜひお寄せいただきたいなとえ Spotify、ー、の民はえ Spotify、ー のコメント欄みたいな場所も設けているので、そちらにぜひお寄せくださいなのですが、えー、まあ、皆さんに悩みがないというのはとても良いことなので、<laughs> 無理にひねり出してもらわなくてもいいんだけど、まあ、お悩みがなければ、こういうことを話題にしてほしいとか、こういうことを喋ってほしいとか、まあそういうことを、そういうリクエストでもありがたいと思っておりますので、ぜひコメントをお寄せください。 えー、もし何も本当マジで何もねえっていう時は、そうだな、来年からハーミットタイムにようこそシーズン2ということで内容を、まあ、リニューアルするしかないかなと思っている。<laughs> だけど、まあ、流れに任せるかなと思います。ということで本日はハーミタタイムにようこそ Vol.13 ということでやっていきます。いや、お休みをいただいたんですけど、1週間のつもりだったんだけど、結局2週間分休んじゃったのかな。 えっとコミュニティ、YouTube のコミュニティの方でまあご報告はしたんですけど、えー、ばあちゃんが死にまして、まあ、ちょっとバタバタしてたんで、まあ、他にもいろいろ要因はあるんだけど、ちょっと、えー、今はちょっと言えない、<laughs> 来週、再来週くらいには、えー、皆さんに発表できるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、いろいろかぶって、 えー、おかげでとても忙しくてですね、えー、まあ2週間お休みいただいたんですけど、えー、ばあちゃん死んだんだよなっていう話を今日はちょっとしたいなと <laughs>、思います。えー、これでじいちゃんばあちゃん二人とも死んじまったってことになるんだけど、あんまり、ね、あのー、二人に、特にばあちゃんの方にはそこまで思い入れが <laughs>、私あんまりなかったんだけど、まあとはいえ世話になったんで、まあ おつや葬式顔出したいなと思ったしまあそうできてよかったなと思うんだけど、えー、うち両親が共働きだったからえっ、ー、とまあ弟と二人きり家にいるみたいなことも小さい頃あったんだけど結局そのおじいちゃんとおばあちゃんもうちに来て一緒に住むってなってからはまあおじいちゃんばあちゃんが飯作ってくれて <laughs> いやいや <laughs> いやなんか <laughs> あんまり、ばあちゃんが、そんな料理がうまくなくて、うまくないっていうか、とんでもないものは作んないんだけど、とびっきりうまいものは出てこないみたいな。<laughs> だからか、料理のレパートリーも少ないし、まあ、母親がちょっと、何料理好きだし、生地できるもんだから、その差がちょっとすごいっていうのもあるんだけど、ばあちゃん、あんまり料理やーっていうのを、この前、 他に行ったらいや本人は相当得意なつもりでいたよっていうことを聞いて <laughs> そうだったんだみたいな <laughs> なんかそんな会話もしたんだけどいやーなんかねーやたら納豆オムレツばっか作るじゃんみたいな <laughs> なんかそんな思い出があるんだよねあ私玉ねぎがあんま好きじゃないんだけど玉ねぎの味噌汁が出てきた時のそのがっかり加減みたいな <laughs>。 あーなんんかす思すごいい思出だけど今まあなんか東京で仕事をしてたけどまあ、こんな田舎組んだりに来て、まあ、孫に飯食わせるみたいなまあ不本意だったかもしんないけどすごい頑張ってやってくれたんで、まあ、世話になったことに変わりはねえからあんまり。 死んだ人のことを悪く言うと私が悪い人になるか値っあれなんだけど。<laughs> 正直あんまり尊敬的で,できるタイプの人では私げなかったんだけど、まあ世話になったなっていうことで、まあ葬式に行けて終かったなと思うんだけど、なんかねー、ー、ばあちゃんね、あのあの人も結構苦労して生きてきたタイプの人らしいんですよ。なんか えー、兄弟も何人もいて、長女だったんかな。で、おかんが早いうちに死んじゃって、で、兄弟の親代わりもしなきゃいけなくて、みたいな。で、結婚した旦那は、なんだっけ、脳卒中だか、脳なんとかになって、<laughs> いわゆる、障害者という立ち位置になっちゃったもんだから、自分が働かなきゃいけないし、みたいな。それでちゃんと稼いできたし、みたいな。まあ、あそんなプライドもあるような人だからっていうのもあんだけど。 ああそうそうそうだからなんだろうなばあちゃんはなんかねうん自分を、まあ、そうプライデーもあったか自分をすごくすごい人に見せたいとか見えっ張りとかなんかそういうとこもある <laughs> あったしあとすごい。 嘘つきなんだよ <laughs> ナチュラルに嘘をつくていうかあの人の場合なんか嘘ついてるっていう自覚がないっていうかその嘘が自分の中で本当になっちゃってるタイプ立ち <laughs> 悪い立ち悪いんだけどいやーなんかそんな結構不思議な人でねまあ母親もはそれを分かってたからあんまりガチで関わらせないようになんかいろいろしてたからそんなにばあちゃんの黒い部分をたくさん見たわけではないんだけどまあなんだろうなおかんが 手術とかいろいろあって入院してるとき、私とおばあちゃんが二人っきりで実家に、でいるっていう時があったから、その時にはああ、なるほどなって思った時もあったんだけど、まあ、全く完璧とはほど遠い人間ではあったけども、それにしてもなんかね、やっぱりこの、え、うん、晩年まあ、<laughs> あのー、なんだろうな。 えー、体の体調もあんまよくなくなっちゃってちょいちょい入院したりとか知らんだけどなんかその隙に母親に施設に入れ,ちゃ入れられちゃったりとかして結局晩年は施設と、えー、病院の行き来で,でしかもコロナの時期になっちゃったから見舞いにこう来てくれる人もおらずでまだこの微妙にコロナですみたいな時に葬式になっちゃったからなんていうか ことでいいのか、それとも元々友達がいなかったか知らんけど、葬式に来られる人もまあ、まあまおらず。なんかちょっと寂しい最後だなって思いながら私は見ていたんだけど、なんなんだろうな。人間性ゆえなのか、なんか、なあと思いながら <laughs> 見てたんだけど、そう思うのもなんかちょっと寂しい気もするんだけど。まあまあ、キるき悪い人だったってわけでもないんだけどさ。なんかこう、なんだろうな。 子供に見返りを求めるタイプっていう部分はちょっとあったのかもしんないな。うん、頑張って子供を育てたんだから、その子供が私のために頑張って世話してくれた当たり前でしょ。当たり前でしょみたいなとこはちょっとある人だったんだよな。口では感謝してるとか、すごいありがたいと思ってって言うんだけど、うん、ちょっとその <laughs> 言動が一致してない <laughs>。ってとこは何だかなと思いは見てたんだけど。 まあでもそれにしてもちょっと寂しい最後だったなーってやちょっとあったんだよななんだかなって人だったけど、それでもやっぱり寂しい最後だったりすると、ちょっとなんか、かわいそうな気もするっていうか。まあだからちゃんとイケてるよ,よかったなと思うんだけど。うん。で、あとね、ちょっともやっとしたことあって、これ、今日何の話してって感じだったそう、あのー、 ばあちゃんが死んで、まあ、結局その、おかんが一番近かったから、近かったっていうか今まで一緒に住んでたし、で、施設にいたから、ま、あ一応いろいろ、顔見に行ったり、世話しに行ったりとか、いろいろ買い物したり、洗濯物取り行ったりとか、ま、いろいろ全部やってたと思うんだけど、だから、まあ、大変な思いもしてたし、あと、その、結構、ばあちゃんの人格が結構問題じゃったから、 そう結構、とても苦労させられてきた母親だと思うし。うんで、だから要するに、私と私の母親もそうだけど、おかんとばあちゃんもあんまり関係が良くなかったんだよね。で、そんないなくなればいいのにっていう親が死んだ時、どういう気持ちになるんだろうと私はすごく気になってて。<laughs> で、おかんに、その葬式とかいろいろ終わって、 結局、どういう気持ちなわけっていうのを聞いたんですよね。そうかなやつやっぱ悲しいのか、なんか肩の荷が降りた感じなのか、それとミッションクリア感そのなんだ。結局、葬式ってなるとなんかさ、誰をどこまで呼ぶかとか、まあ今コロナだから大して呼べないっていうのもあるけど、会場はどこにすんだとか、規模はどれくらいにすんだとか、なんか、ここでもらったらお返しどうすんだとか、結局そういうことを全部考えなきゃいけない。 ななるじゃないですか,なかそれもなんだかなと思ったんだけどなんか素直に悲しめないっていうかさ考えなきゃいけないことが多すぎて悲しむ暇もねえっていうかすげえ忙しいみたいな,なんかそれも今のシステムってどうなんだろうなってちょっと思いはしたんだけどまあそういうのいろいろもう募集としてもうテキパキやってきた母親だったから悲しかったのか 肩から荷が降りたような気持ちなのか、それとミッションクリア感なのか、今どういう気持ちなのっていうのを聞いたらもう即答で、いや、ミッションクリアだねっていう、なんかドヤ顔で言ってる母親見て、ちょっとがっかりしたんで。<laughs> ああ、みたいな。私ももし、これから母親が、もうなんか、くそ、腐れおっととは、もう随分前に離婚したし、で、目の上の単語部だったら両親もいなくなって、解放された。 いう母親がもうどんどん自由になってどんどん酒癖悪くなってどんどんわがままになっちゃってもうほんと腐れババアみたいになった時に <laughs> 私も母親が死んだ時に「あーミッションクリアよっしゃよっしゃ」っつってなるのかなと思ったらすごいなんか悲しくなっちゃって嫌 <laughs> だなと思ったんだけどまあなんかねそんなモヤモヤしたことがねたくさんありました <laughs> いや人が死ぬってマジ大変だよ <laughs> なんでこんな思いしなきゃいけないんだと思うんだけど。 まあね、でもその、ばあちゃんが結構問題児だったから、そのやっぱ母親もなんか、いろいろあったんだ、きっと。だからなんか、ん、トラウマじゃないけど、それみたいなものを、こう、思い癖とか、なんかその、親の影響で身についてしまったネガティブな思考パターンとか、なんかそういうもの多分、おかも背負ってて、 で、しょったまま私を育てるもんだから、まあ私もそういうのしょっちゃうわけよ。うん。だからこう、なんだろうな、その、親子で引き継がれてしまう負のカルマみたいな、そういうのを私裸で見ててすごい嫌で、えー、それで私が子供を産まないって決めてる部分ちょっとあるような気もすんねやな。すごくネガティブな動機だと思うんだけど。 私は母親と全然違うけどすごく似てるから絶対同じように子供に嫌な思いさせたりとかするだろうしうーん,なんか知らないうちにそういうの植え付けちゃったりするだろうし絶対間違うだろうしいやりえさん完璧な人間なんかいないからしょうがないじゃないですかって、まあ、言う人もいるだろうしそういう気持ちもそういう意見があるのも分かるんだけどいやこれは引き継いじゃいけねえって私思ってとかあるから 固くなり私は生まねえぞだって半分の確率で女出てきちゃうわけだしみたいな <laughs> 絶対娘とか言いたら私もなんか張り合っちゃうし女としてプライドがとかなんかそれは張り合おうとするようなバカなことを多分する <laughs> だろうかな絶対絶対生まねえと思ってるんだけどまあ今回のことで 余計その気持ちが強くなってしまったところはあるか,なあてかよく同じ家庭で育って弟は子供を作ったなと思うんだけど <laughs> あいつはなんであんな能天気なんだっ <laughs> て思うんだけど <laughs> まあ能天気なのか私よりよっぽど強いのかちょっどっちかわからんけどまあなんかねそんなこといろいろ思ったわけですよはあ <laughs> いやばあちゃんがねあのー、そうそう <laughs> この母ちゃんとばあちゃん にままつわるここととのたた嫌だだっがんけどあの小学生の頃、あのー、大体いいあると思うんだけど、自分の名前の由来を調べてきなさいみたいな、あるじゃないですか、その宿題が。で、あったんです小学校低学年の頃。で、<laughs> あのーで、家に帰ったおかんに、私の名前の由来って何っつって。理栄ってちょっとあのー、よくある漢字と違う風に書くから、 な,なんでなんみたいな聞いたんだけど母親が「いや知らん」と「<laughs> お前の名前はばあちゃんじいちゃんとおばあちゃんがつけたから知らん」と「名前の由来も知らねえ」って言われてま,まずそこでまずショックなんだけど「えっ?」て「じゃあでも発表しなきゃいけないから何て言えばええんや」ってことを聞いたら「いや特に意味はないそうです」って言えばいいんじゃないって言われて <laughs>、えー、で実際そう言ったんだけど。 他のクラスメたトなんか立派な自分の名前の由来をなんかこう作文で語ってるわけ。なんかその授業はね、すごく辛かったね。<laughs> 私のい名前の意味が何もない。みんなはあるのけみたいな。で、それがずっと引っかかってて、ま,あ、まずその母親の無神経さんもちょっとイラッとするんだけど。<laughs> 今なんかずっと引っかかってて。で、その大人になってから、あれどんくらいかな大学入って。 って、たまにちょいちょい帰省してた時におばあちゃんに聞いたんだと思うんだけど、たぶん二十歳ぐらいの時に、そういえばおばあちゃんさ、私の名前の由来って何なわけみたいなことを聞いたんだけど、その時に <laughs>、最初におばあちゃんが言ってたのは、いやなんかね、こう、りえのりの字は、火の神様みたいな意味があって、みたいな、どうのこうのみたいな、なんかちょっとかっこいい感じのことを言われたわけよ。マジかみたいな。ちゃんとあんじゃ意味があって、思ったんだけど、それがね、あの、今聞いてもらったように、ちょウロうろ覚えなわけなんて言われたか。<laughs> 何だったっけなと思って。そのばあちゃんがその入院、施設に入ったり入院したり、施設か、施設で入ってから、もう一回手紙書いて、ちゃんと聞いてみようと思って。私の名前の由来、前を教えてもらったと思うんだけど、なんか、よう覚えてないからもう一回教えてくんねみたいな。<laughs> 手紙を書いてばあちゃんに送ったら、もう全然違う回答が <laughs> 返ってくるわけ。<laughs> いや、なんかこの、りえのりんのじゃ、ちょっと高,高級なイメージがあるからみ <laughs>、みたいな。えみたいな。 全然違う回答なんですけど、みたいな。まあだから、ばあちゃんはその都度、あの、適当なこと言ってたんで。<laughs> そうなると、えー、マジで私の名前の由来がなかった、だな、ってことになって、すごいあの、ショックを受けたっていう、ね、<laughs> えー、そんなことはね、ありました。うん、すごく根に持ってます。本当に、あの二人には。<laughs> ああ、まあなんかね、本当に、ろくでもね、女ばかりがいる。 金池なんて、えー、私は継がないぞと。そして私はそのバトン、ろくでもねバトン私は引き継がねえぞという確固たる思いを、えー、くしくも強くしてしまった私なんだけれども <coughs>、えー。まあそんな完璧と程遠い、私も含め完璧と程遠い人間たちが渦巻くこの家で育った <laughs> ってことなんだけど <laughs> あー。まあでもね、一、えー、世はなったし、まあなんだろうな。 全然尊敬はしてないしできなかったけど、まあ優しくしてくれたし、まあこの人生を最後までなんか、もうなんか、つれって言いながら頑張ってきたばあちゃんに敬意を表したいと思います。と <laughs> いうことで曲いこう。<laughs> なんか重い話になっちゃったけどさ、たまにはちょっとこういうのを私吐き出しとかないと。えーなんかもう皆さんも私と同年代の人が主なのかな。だからこういう思いしたりしてきたりしている方も、 多いと思うんでぜひコメント欄でシェアしてください。<laughs> えー、じゃあ、えー、そんな、そんなばあちゃんに <laughs>、えー、捧ぐ曲、曲オーバー、ちょっと1個流そうかな。えーっとね、でもばあちゃんなんかどんな曲が好きかよくわかんないんだよね。なんかシャンソン的な、ズージャー的な、なんかそんなのが好きっぽいんだけど、全然そんなのわかんないから、えー、ら私がなんか好きなやつ <laughs> 送ろうと思います。 えーじゃあ、エリットピアフで、愛の参加いや、エリットピアフ大好きなんですよ。うんなんかね、浄化される気がするし、バイブスも上がる気がするし、うん、すごく好きです。愛の参加んか、フランス語で言うとちょっと読めないんだけど、犬なんもみたいな。<laughs> なんかそんなタイトル <laughs> だったんですけど、えー。皆さんもよかったらね、フルで。 聞いてみてください。洋ツベとかでも、公式で上がってんじゃないかな。もうちょんスポーティファイでも聞けるんで、全然両者の回し物ではないんですが、えー、ぜひエリトビアス聞いてみてください。えー、っとね、なんか暗い話をしたんで、ちょっとね、えー、明るい、これ明るい話か <laughs> 最後ちょっと怖い話になるかもしれんけど、ちょっとね、もうもう今月クリスマスっうことで、えー、クリスマスに松浦話をしたいんですよ。 あのね、私ね、これどっかで言ったかなちょっと覚えてないけど、あの、サンタを、ガチのサンタをマジで見たことあるよっていう話をちょっとしたい。<laughs> ええとね、これちょいちょい言ってきたから、あの、ご存知の方も多いと思うんですけど、ご存知でいてくれている方も多いと思うんですけど、私あの、父親が外人なんでアメリカ人だったんで、まあその関係で、 子供の頃は、あの、一時、ほんと一瞬だけど、あの、サンディエゴに住んでたことがあって、あの、アメリカのカルフォルニア州、サンディエゴに住んでたことがあるんだけど、そこの家で、ガチでサンタを目撃したんですよ。あの、去年のね、えー、クリスマス動画、クリスマス、クリスマス奉行みたいななんかそんなタイトルの動画があるんで、えー、まだ見てない方、 もう一回見たい方、忘れた方、ぜひご覧いただきたいなと思うんですけど、そこでもちょっと行ったんだけど、あの、父親がアメリカ人のもんだからクリスマスをガジでやってたんだけど、だから当時その時も、えー、っと、あれは玄関か。玄関のとこすぐリビングになってて、でリビングに天井ぐらいまである袖かもみの木を飾って、もうがっつり釣り飾り付けしておじさんだけど、 あれ、クリスマスの朝かじゃ。うん、クリスマスの朝かもしんない。我が家のクリスマスは、その、早めにツリーを飾って、日本人の人たちに比べて、多分早めにクリスマスツリー飾って、で、その、親戚もそんなにはおらんけども、まあ、送られてきたプレゼントを木の下にまあ置いとくわけだ。で、25日の、 朝、みんなで起きて、そのツリーのとこでみんなでプレゼント開けるみたいな。まあそういうのを毎年やってたわけだか、ええー、私は子供の頃から早起きが苦手で、もう小学生の時も一回もラジオ体操行けたことないぐらい朝が苦手なんだか、ええ厳禁なことに、え二、ー、25日の朝だけはもう毎、毎年もう5時ぐらいに目が覚めて、もうプレゼント確認、増えてるって確認しに行かなきゃ気が済まないっていうね。 当時はサンタがいるって信じてたからあれなんだけど、まあ結局その24日子供寝た後、その両親が、まあサンタからっていう手でプレゼントを置くわけだ。まあだから24日寝て25日起きると子供目線だとプレゼントがめっさ増えてるみたいな。マジカルみたいな <laughs>。そういう現象が毎年起こっていたわけなんだか。まあそれを早く見たいが故にこう5時に毎年私は目が覚めちゃうっていう。で、 まあ、その年も目が覚めたわけだ。で、その時はね、あのー、弟を起こさなかったんだよな、まず。一緒に起こして二人でのぞけに行って、お増えとる増えとるって言って、もう一回二度寝するっていうのが大体通例だったんだけど、その時は、スンって目が覚めて、ちょっと一人で釣りを見に行ったんだよ部屋が二階にあったから、階段降りてって。で、階段降りった先がすぐリビングだから、 その階段降りつつリビングを覗き込みながら階段降りてたらあの釣りの方を見たらサンタはいるいるわけよ <laughs> 後ろ姿でねうわあのコカ・コーラに着せられたあの赤と白のあのまんまの服を着てそのクリスマスツリーに向かってなんかもぞもぞやってるわけ私はサントの後ろ姿しか見えなかったんだけどうわマジサンタおる <laughs> <laughs> みたいなびっくりしてでなんか音を立てちゃいけないような気がしてしばらくそのサンタのがモゾモゾやってる、ね、見てんだけど多分もうしばらくっつっても多分数秒だったと思うんだけど「うわサンタおるやん」みたいなで急いで無音で2階に戻って弟を叩き落として「おいサンタおるで」っつってで弟連れて1階に降りたんだけどいないのよサンタが。っていう話なんだけどこれをね なかなか信じてくれる人がいなくて。で、前その友達に喋ったら、え、泥棒なんじゃないって言うんだけど、いや、泥棒がサンタの格好してるわけねえだろ、つって。<laughs> 反応したんだけど。もちろん両親でもないし。だから、私はガチでサンタ見だって思ってんだけど、あれ幻覚だったのか。<laughs> わかんないんだけど。や、れ本物のサンタだったと思います。他の意見は認めない。まあなんかその話です。いや、だからね。 私はもう優しいからさ、弟を起こしに行っちゃったわけ。おい、サンタいるから、お前、一緒に見に行こうぜつって。そしたらいなくなってたから、そうせずにね、もう、そのまま階段降りてって、サンタのとこに行って、なんか話しかければよかったなとか、背中ポンってやればよかったな、みたいな。って今思ってるんだけど、まあ、しょうがないね。いなくなっちゃったから。<laughs> あれはリアルサンタだったのか、サンタの幽霊だったのか、泥棒だったのか。 サンタだったのかサンタだったのか知らないけど、ええー、まあそんなことがあります。<laughs> 皆様サンタを見たことはありますか？<laughs> はい、あ。じゃあ曲行くわもう一個。ええー、とね、私あのー、手島葵さんがね前クリスマスソングズっていうアルバム二千十年くらいかに出してて、これはすごい好きで、多分全部カバーなんだけど。 それの中の一曲を書けたいなと思ったんですが、えー、私が使っている、えー、スポティファイ用にいろいろ作れるアンカーっていうアプリにですね、えー、それがちょっとないので、手島葵さんの他の歌は入ってんだけど、クリスマスソングズがないので、しょうがないから、あリットピアフの流れで、この曲にしました。 えー、手島葵さんでラビアンローズいやー結構なんかその癒されたい時とか落ち着きたい時とかクリスマスソング聴いてんだけどチャカチカしてるやつは聴きたくないみたいな時にすごくちょうどいいんだよなこの手島葵さんのやつがすごい落ち着くししっとりするしなんだろうなこうザワザワした気持ちが平らになっていくみたいな <laughs> なんかそんな感じがすごい好きだったんだけどまあ誰ながらクリスマスソングは ソングズの中の中曲はかけられませんでしたがラビアンローズもとてもいいよね。そしてエディット・ピアフのラビアービアンローズもとてもいいんだけど、まあすごくもうたくさんの人がカバーしてきた曲だからいろんなカバーがあると思うけど、えー、島尾さんはすごく好きです。えー、ということで、なんか <laughs>、カオスというか私の愚痴 <laughs> みたいになっちゃったかもしれんけど。 えー、ハーミットタイムにようこそ、ボリューム13、以上にしようと思います。人間って生きるのも死ぬのも大変ですね。<laughs> えー、ぜひ、いやー、ありえさん分かりますとか、いやー、ありえさんこうだと思いますとか、いや、私はむしろこういう体験しましたとか、まあ、そういうことあれば、えー、コメントください。今日も聞いただきありがとうございます。ということで、えー、次回のボリューム14でまたお会いしましょう。バイバーイ。